そうですね、硬い立ち上がりの中、こう失点そうな雰囲気が漂う中、よう体張って守って、なんとかこう粘って粘って、でちょっとずつ自分たちのペースになりかけるかなと思った時に、点取れたっていうのが大きくて、で後半も追加点が取れて、このまま本当は押し切って終わりたかったんですけど、最後ね、少し相手の勢いに負けて取られてちょっとあたふたして、でもそれでもなんとか試合に勝ったという、そんな内容だったんじゃないかなと思います。本当に大きなことは全然言えなくてですね、もう一試合一試合、どんだけね、こう自分たちのいいところを出せて、で相手にね、どんだけ食い下がってね、相手に何もやらせないような状況で、一戦一戦勝ち抜くことしか今考えてないですね。できたらね、一試合でも多く全国大会やりたいという目標はあるので、ここで優勝すればチャンピオンシップもあるって、一試合増えるっていう、そういう意味ではそこは狙いだけど、一試合多くっていうのは本当に最終的な目標だけど、でもその一試合一試合を今次にある一試合一試合を大切に、いきたいなと思っております。